こんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、Netflix でこの前配信されましたシティハンターの実写版映画ですね、これのネタバレありレビューやっていこうと思います。僕はですね、一応シティハンター世代ではないので、原作はね未読、アニメもね、見てないっていうね完全な未読世代なんですけど、まあ漫画はねそれなりに好きなので、まあ、シティハンターがなんとなくお色気とトラブルシューター的なね、作品っていうのはなんとなく知ってたぐらい、あとゲットワイルドが、アニメで使われてたっていうのをね、知ってるぐらいの知識で見てまいりましたね。未読の僕からしても結構楽しめたし、なんといってもね鈴木亮平の魅力がめちゃくちゃ詰まったね作品だったんで、まあそういうところもねあったりしたし、あとこの作品が持ってる全体のバランスが面白いなと思ったところもありましたね。そういうところも、今回話せればいいかなと思います。でね、どうでした？みんなね、Netflix だし日本の作品だからね見てる人も多いと思いますんで、そういうところもね気軽にねコメントもらえたらありがたいなと思っております。それじゃあやっていきましょう。いやー面白かったっすね。こういうのでいいんだよなーっていう感じっていうか、なんだろう、最近ね、まあオッペンハイマー周辺のねこうなんドキュメント見たりして結構考える、映像を見て考えることが多かったので、こういうね結構頭空っぽ系、まあ、結構カラッとした作品っていうのが、かなり見やすくてすげー良かったなと思います。こういうの久々でしたね。いやーなんといってもねアクションはね素晴らしかったなと思いますね。肉弾戦のアクションもあればガンアクションもあるというところでね、アクションシーンのそのなんだろうね振り幅というか、アクションシーンのこのバリエーションっていうのはかなり楽しめたなと思いますし、でやっぱ動ける人結構呼んでたなという印象というか、スタントじゃなくて本人がやってる、シーンというのも結構多かったなと思ってて、ニコニコ超会議みたいなところで鈴木亮平そのまんまでねやってるシーン結構多そうだなとも思ったりしたしね。はい、やっぱこの人プロフェッショナルだなという印象でございましたね。でやっぱねギャグもねめちゃくちゃ良かったあのね、なんだろう、もうほんとくだらなくて、まあ言っちゃえば結構前時代的なギャグが多いんですけど、はい、あの結構下ネタっていうか、そのなんつうんだろうね、もうもっこり系のネタが、まあ昭和テイストなギャグなんですけど、相棒の香りですね、この人が女性なんで、そこでその女性の目線として突っ込んでくれるんで、ちょうど行き過ぎないところのストッパーとして香りがいるっていうところで、なんとかこう客観的な目線をね保ちつつ、でも下品なギャグっていうところで、地上波じゃできない感じのネットフリックスだからできるギャグになってたかなと思いましたね。はい、特にね馬のシーンとかね、カメ子に対して馬のなんかコスプレのやつでパンチラ写真を妨害するシーンとかね、マジで爆笑もんでしたね。あそこ一番好きなギャグのシーンだったと思います、僕はね。でこの作品のね世界観っていうのが結構特殊だなと思ってて、まあ現代なんですよね、撮影してる舞台というか、まあもう舞台自体は現代なんだけど、まあスマホが出てきたりとか、あとは普通に新宿で撮影してるし、あとはあの最後のクライマックスのネタのあのウーバーイーツのくだりとかね、めちゃくちゃ現代なんですけど、サイバリョウのねその服装とか、その当時のまんまだし、髪型もそうですけど、相棒と相棒の妹とあと主人公の3人はもう80年代のまんまみたいな感じなんですよね。でも他の人たちは現代のまあファッションセンスというか服装だったり現代のものを使ってたりするっていうね、掲示板で依頼を受けるみたいな、そういう設定がありましたけど、そこはね、当時の80年代とか、まあ、90年代ぐらいまであったか掲示板っていうのは、はい、そこを未だに、使ってるっていうね。しかも新宿にあの掲示板がまだあるのかよくわかんないしね、うん、っていうのも含めて、だから今の日本なんだけど今にはないものがあったりするっていう、この妙なサイバーパンク感みたいなものがあって、これも面白いポイントだったなと思いましたね。歌舞伎町で撮ってるってのもねおもろいなと思ってて、序盤のとことか結構歌舞伎町で撮ってたりしたんですけど、これがね10年前とかだったら結構まだね撮れないと思うんですよね、歌舞伎町、うん、結構危なかったからまだね、うん、僕が専門学生時代の時は、新宿の専門学校行ってたんですけど、課題で映像制作するみたいな時でも
歌舞伎町は絶対行くなっていうのはねずっと言われてたんで、10年前までは結構撮るの結構危ないよみたいな感じで言われてたんですけど、今はね、まあ、治安良くはないけど、昔に比べたら良くはなってるっていうところで、まあ、機材自体もちっちゃくなってきたし、どんどんちっちゃくていいものが撮れるようになってきたっていうところも加味して、歌舞伎町で撮影ができるっていうところだから、この時代になってネットフリックスで実写化したっていうのはめちゃくちゃ大正解だったんじゃないかなと思いましたね。あとやっぱ新宿で撮影してるっていうのと、裏社会っていうか警察の汚職みたいなところを見るとやっぱりゲームの龍が如くってのがよぎってきちゃうんですよね僕めちゃめちゃ龍が如くみたいじゃんと思って、すげえワクワクしましたね。っていうかジャッジアイズですね、あのキムタクがやったあの龍が如くっていうか、キムタクが如くって通称言われてるゲームがあるんですけど、それにめちゃくちゃ近いと思いました今作ね。ジャッジアイズも、キムタクが探偵でね、元弁護士の探偵で仁義のあるヤクザの人たちと関わりながら、闇が大きいね事件を解決していくっていうね、なんだろうゲームのストーリーになってるんですけど、ジャッジアイズ自体もね、そのなんだろう、結構ギャグなサブクエストみたいなところ結構多いんで、めっちゃ笑えるんだけどかっこいいみたいなね感じのニュアンスっていうのも、シティハンターに繋がってくるなと思う。龍が如くとかシティハンターの話を結構ベースに考えた作品だったのかなっていう、こう逆に、そういうことを考えたりしましたね。僕今年入って龍が如くのね、実況動画を見ることにねドハマりしてますんで、そういったところでも結構タイムリーでね、めちゃめちゃ乗れた作品だったなというところでありますね。単純にあとねオープニングがね超かっこいいなと思ったところ、まあ、さっき言った今なんだけど今じゃないっていうこのね絶妙な世界観っていうところが凝縮されたオープニングだったなと思いましたね。結構グリッチノイズ、このテレビのこのノイズみたいな、やつを使ったりとか、夜景ですね、新宿の夜景をメインにして絵を作ってたりとか、新宿の夜景ってやっぱどうしてもねサイバーパンク感出ますからね、はい、そういうところもあったりとか、出てくる文字のフォント自体は車体にしてたりとか、あとその新宿の歩いてる人たちの感じとかもその結構レトロ感は出してるっていうね、サイバーパンクとレトロみたいなこの、このカットの、構成みたいなのが今作っていうかシティハンターの、世界観として、まあ、絶妙だったなと思うところでありましたね。やっぱなんといっても鈴木亮平でしょ今作は。めちゃくちゃ良かったねすごいっすねあの人、本当もう見るたんびにすげえなと思うんですけど、声のトーンだったり表情だったりね、まあ体の動かし方だったり、本当に引き出しがめちゃくちゃ多いなと。2枚目から3枚目っていうんですかね、クールなかっこいい感じもできるし、ギャグに全振りした、動き表情みたいなところもできる、もうやりきれるんですよね。それがすごいですよね。もう一人の役者でできるって異常だと思うんですよね。やっぱこの人しかできないんですよね。僕ね今年見てめちゃめちゃ、面白かった東京 MER シリーズだったり、あとは、まあ、孤狼の血のねあのヤクザの、若頭かな、あれも超怖くてかっこよかったし、あとはエゴイストかと思えばやっぱ代表作として変態仮面もあるという、このなんだろうね、ぐちゃぐちゃなフィルモグラフィーが最高だなという感じですね。一連の出てきた作品見ると、まあ、この人じゃなきゃ無理だろうなっていうのをめちゃくちゃ感じましたよね。まずもうポスターの時点で、あ、これはなんかいいかもっていうね、鈴木亮平の自信と制作陣のこのポスター撮影の時点で、あ、これいけるわっていうこの自信がこのポスターに出てるなと思いました。あと東京 MNR 見てるとめちゃくちゃ手先器用だなと思うんですよね。オペのシーンとかもあるんですけど、あの作品ね、そこでもかなり手際よくいろんな道具を持ち替えたりとか、こう手術してるような様子をやったりとかね、すごく手先器用だなと思ってたんですけど、今作のこの銃さばきっていうところがそこに繋がってきたなと思ってまして、これがめちゃくちゃかっこよくて気持ちよかったんですよね。特にやっぱクライマックスのところかな、敵のアジトに潜入して、二丁拳銃で最初にね、大勢の敵と戦っていくんですけど、そこがねもう銃さばきが超かっこよかった、その所作ですね、はい、これが最高でしたね。両手で持ってたハンドガンの、マガジンをね同時に抜くシーンがあるんですけど、そこがめちゃくちゃかっこいいんですよ。シャンつってこうすごい勢いで捨てるんですけど、もうジョン・ウィックと同じ動きなんですよねジョン・ウィックもあんな感じであのマガジン捨ててたから、うわめっちゃジョン・ウィックじゃんこのシーンと思って、でめちゃくちゃテンション上がっちゃいました。ここのマガジンの取り替えですね、リロード良かったし、
あと最後のその何日本支部のボスを追い詰めに行くところ、防弾ガラスをめちゃくちゃ撃ちまくるシーンがあるんですけど、そこのねそのリボルバーの、リロード、これもめちゃくちゃかっこよくてすごく痺れます。はい、もうバンバンバンつって撃って、ですぐ開けて捨てて、でもうすごい手際よく、新しい弾を詰めると、でフェチをすごい感じるシーンでしたね。すっげえかっこよかったです。あとはそのさっき言ったねクライマックスの、ドタバタ感っていうのもすげえ良かったなと思います。ギャグから始まるっていうのもいいしね、ウーバーイーツでーすっつってそっから始まるっていうのもいいし、サイバー量がキリッとしてかっこいい時は香りがめっちゃドタバタするみたいな、このバランスの変化も良かったなと思うし、ラスボスのね打ち方、これもかっこよかったなと。そんな打ち方できんのみたいなね、サイバー量の、むちゃくちゃ卓越した銃スキルっていうところがね、すごい痺れたところでありましたね。で日常に戻って、妙なリアリティラインでドタバタしてめちゃくちゃ漫画チックな、構図になって終わる。でそんでゲットワイルドが流れるっていうね、うわめっちゃ上がるじゃんっていう再現しながらも、この実写での面白みも出しつつ、ゲットワイルドっていうね、超とんでもない時代を彩った曲が流れて終わるっていうね、こうぶち上がって終わる終わり方ね、これが良かったですね。ゲットワイルドでもうこんな上がるとは思わなかったですね。いや最高でした。一個だけもっとこれあったら良かったなと思ったのは、その最後のクライマックスのシーンですね、アジトのシーンですね。サイバリョウがこう乗りに乗って銃を撃ちまくり始めたところでゲットワイルド流れたら良かったのかなと思ったんですけど、どうですかね。はい、もうそっちの方が上がったんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですけど、でもまあクライマックスに流しちゃうと一番最後に流す曲がなんか決まんないから、まあまあしょうがない気もするなというところですね。でこの作品ね、なんかバランスがめちゃくちゃ面白いんですけど、まあほんとね漫画なんですよね。漫画っていうかこの作品結構なんだそれっていうねシーンがあるんですけど、そのまあサイバリョウが銃うますぎるとか、その最初の冒頭のワイヤーで遠くのビルまで行くみたいなシーンもあったりとか、あとはクライマックスでめちゃくちゃ跳躍ジャンプするんですよね。薬投与された強化人間以上にジャンプできるんですよね。序盤のその隣のビルに飛び移るジャンプ全然余裕だったじゃんとか思っちゃうんですけど、はい、なんですけど、なんか普通の作品だったら何これ漫画すぎだろって思うんですけど、ベースとしてコメディ映画であるっていうのが構築されてるんで、結構バカバカしいギャグがあるっていうのが、見えるんで、なんか結構違和感に思わないというか納得できるんですよね。実写作品でスーパーヒーローものでもないんだけど、リアリティラインがすごい低いというか、うまいことこう絶妙な高さに設定されてた、と思ってて、このラインの設定がうまかったんだなと思いましたね。サイバリョウのね射撃スキルがうますぎて笑っちゃうんだけど、別に笑っていいというか半分ギャグとして捉えることもできるっていう、そういうリアリティレベルにしてたなと思ってて、これはめちゃくちゃうまかったなというところですね。っていうかそもそもこんな漫画チックなギャグが成立してるっていうのがそもそもすごいなと思うんですけど、ツッコミどころはあるにせよそれも笑い飛ばせるというか、それも許せるような作品になってて、これはかなりの完成度なんじゃないかなと思いましたね。一個の事件を一本の映画にしたんで、こうもうシリーズとしてねいくらでもできるなというところ、またいいコンテンツ作ったなネットフリックスという感じでございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。で概要欄にねいろいろ貼ってありますんで、よければチェックお願いいたします。それじゃあまた。